海の流れをタバメで吸えよ。こんにちは、今日は先日やっていたちょっと動画出すの遅くなってしまったんだけども、フェグさんが世界大会で1億1000万円を手にして、まあ、優勝した、まあ、俗に言う1億円ドラゴンのねデッキレシピを紹介したいなと思います。ねえ、まあちょっとね、私最後まで見れてなかったんやけども、まあちょっと最後のそのピークシーンだけなんかその見たんやけども、その最後アジダハヤカで決められるっていう時に死後引いて勝つみたいな、まあね、すごい、感動する試合でした。で、まあ、私もなんか同じような共通点があるというか、なんかフェグさんとなんかその心情が似てるんかな、なんか分からんけど、別にそのなんていうの、そのトッププロ引きが結構こう自分も結構良くて、こうポセイドン欲しい時にポセイドン引けみたいな、伊達政宗欲しい時に伊達政宗引けみたいな結構あって、ちょっと私もねなんか、あ、まあまあやめとくかしまあレイジで優勝するみたいな言ったらちょっとなんか誤解を生むような発言になるかもしれんから、まあ今日はちょっと紹介っていうだけにしとくんやけど、まあ、幾度もナーフされてきた原初の竜使いが入っているっていう点と、あとは白亜の竜使い、竜騎士が1枚、そしてドラゴンスネークが3枚も入ってるっていう点、で、あとオルカの大渦が入ってる、ここもまあ面白い点で、結構やっぱオルカの大渦、原初出した時は強いけど、なんかそのあんまり実用的じゃないというか、原初にはやっぱ必須のカードなんやけど、やっぱ原初じゃなかったら絶対違うカード入れるようなカードで、なかなか面白い。まあ原初で盤面取って、まあ、アジで顔殴っていくっていう感じで、まあ、原初さえ出してしまえば結構盤面も取りやすい、ね、いけやすいからっていうのはあるんやろうけども、まあデッキを見る限りも本当やりたい放題、もう伊達政宗ポセイドもできるし、アジで疾走殴れるし、ガルミーユで殴れるし、原初で、爆発的な盤面取ることもできるし、まあここら辺のニコスら辺はねもうほとんどテンプレーないけど、やっぱここら辺のね、オルカから純真より右のとこがねすごい構築が面白いなって自分思いましたね。まあちょっと自分オープレックの会員なんで、ちょっと後でねじっくり見たいなと思います。さあ対戦相手は勝ちました、エンジェルビーツに当たっていく、まあ昨日の世界大会で、まあ、1億円まあドラゴンって言われて、なんかみんなね、いろんな実況者の方がまあデッキ紹介しているわけなんやけども、まあ私もね、まあ結構減少、まあ私もなんかアンリミテッドでこの従者とか信者とかすごい使ったし、まあドラゴンはやっぱ今強いと思ってて、でなんか次の環境とかでさ、なんかそのポセイドンの手より下のなんか乙姫みたいな感じでいくじゃないですかね。やっぱポセイドンを1枚出すだけで戦況めっちゃ変わるから、まあ今やっぱそのなんだろう、次の環境がやっぱすごい強くなるんじゃないかなって、まあさらにねドラゴンが強くなるっていうのがまあ証明されたんじゃないかなって。でまあこのデッキの構築もやっぱ普通のテンプレのデッキじゃなくて、まあハッカーの竜騎士がピン刺しであったり、まあなかなかね、面白い構築で、でちょっと私は最後までちょっと見れてないというか、ちょっと用事があったというか、ちょっと世界大会見れてなかったんやけども、そのピークのシーン、要はポセイドンを最後エンハンスで出すみたいなとこは見たんよ。でやっぱそのポセイドン引かなかったらアジダハーカ失踪で負けてた盤面をポセイドン引いていくっていう、でなんかこれ私この前上げた動画のなんか世界1位の方と戦った時もポセイドンをトップで2回引いた、うん、てかなんかそのやっぱシャドバってやっぱ トップ引ける才能を持ってたらもうほんと敵なしっていうか、これどうしようかな、ポセイドンなんかエンハンスでポセイドンしてなんか一気にくるめ込めるの、くるめ込むのもありか、これ8コスで出す意味があんまないもんな。でもジャガンが来るとか考える、そこはやっぱプロゲーマーとかやっぱ考えるよな。だったらオルカを並べる方が強いか。まあポセイドンちょっと残して、で進化で盤面取りつつ顔殴っていう感じ、また、あ、ジャガンで取られると思うんやけど、まあ一応私オープンレックのプレミアム会員やったっけ、まあそんなんも持ってるんで、まあちょっとアーカイブ見ようかなって思ってるんやけど、みんな最後まで見た、ちゃんと。
まあ、自分ちょっと P 君のとこしか見れてなかった。けんかーこれ来るわ。おいおい、でじゃがんやろ。やっぱその次に来るカードっていうのをやっぱりそのちゃんと分かった上でプレイングしていくっていうのが多分世界なんだ。だからこの試合こんなんでなんか負けてたらなんだぞ、レイジで優勝とかも無理だと思うし。あ、あー危ないのっすか。まあこのコウモリバンプもめっちゃ多かったみたいな。でもやっぱその原初この原初入れてるっていうのがちょっと変わってるよな。なんかなんか私がずっと使ってた時は原初なんか入れてなかったから、原初入れたドラゴンで勝つって、まあ、やっぱすごいな。やっぱ原初ってそれだけの強さを持っているっていうね。うん、銀票2467イーサルはなかったよな。ないないない。タクセウッドも取れないから、ここはフィルレインで盤面全部除去するか。うん、やっぱなドラゴンはすごい安定感があると思うわ。うん、一つ一つの動きにすごいその盤石性があるというか。力などない。まあこれ取る必要ないかな。連装バンプに使うかどうかやけど、あんまり。いやでもだからまあ使って、ここがな、こんなに悩むようやったらな絶対世界一にもなれへんねんけど、まあ取る必要ないかなっていう。いやでもバンプやったら取んのかな。これプロゲーマーやったらどうすんやろこれ。まあ、この辺のなんか一つ一つのムーブ、その選択が後々響いてくるから、そのちょっとした一コツのこれ打つか打つか打たないかでもう勝敗決まるみたいなあるからな。今の打ってれば勝ちみたいな、もしくは打ってなかったら負けてたみたいな、その一つの掛け事でこれ1点取られるから盤面的にはちょっと弱くなるっていう。でも演奏はなんかもっと強いカード、こういうのになんか使いたいってのもあるしな。でアジのコストが8やから、次のターン進化使って7コストまで下げれば、まあ7ターン疾走出せると私の目です強すぎワロタ。 5ターンキルで草さあ対戦相手は勝ちました。1700のエルフに当たっていく。私は天空の覇者で高校取っていく。私こそ至高の美。いやでもなんかみんなこのデッキ使うよな絶対。なんか1億円ドラゴンみたいないろんな実況者が発表していって、要は世界大会で優勝したデッキってことは、要は世界で一番まあ強いと認められたというか、まあ実質名目上、そして肩書き上っていうか、そのなんて言うんだろう、まあ要は世界で一番強いっていうことが証明されたっていうことやから、まあ使わない手はないというか、てかまあこれ普通増えるはずなのに、なんか1戦目バンプで2戦目エルフって、世界大会みんな見てないんかこれあーはい、たくせん世界大会見てない。でも世界大会とか多分ね、こう見直すとなんか受験勉強みたいな感じで、結構こう、あこの時こう置かれたらこの時はこう返すみたいな、そう定石なんていうんやろうな、相手がこのカードエルフだったらもうだからそこまでもうなんか計算していく。灼熱の氷絶対レード、もうな、これ並べるわこれ。はい、だから相手が例えばフェアリースパラ出した時に手札がもし、タクセンとゲイシュやったらどっちを出すかみたいな、そういうなんかの動きのパターンの構築をもうあの理科とかあの数学と一緒で、もうこれをやったらこれで返す、これをやったらこれで返すみたいなプランを全部頭の中に入れてるんやろうな多分。それだけの練習量があるからこそまあ勝てると、まあ多分あ盤面なんや、それ買うのは強いような気がするけど、盤面自ら盤面取っていくなら終わりにしようじゃないか、すべてを。力などない。ドラゴンスネークも、てかドラゴンスネークの方が強いか、ここ。ガルミーはあんまりよろしくないもんな。まあ、原初でどちらにせよいっぱい取れそうやから、これでいこう。私をこの程度と侮るな。このドラゴンスネーク入れてるっていうのも、なんか、すごい面白いなって自分思うよね。なんか自分が使ってたドラゴンとかドラゴンスネークとか原種とかやっぱ入れてなかったから、やっぱその原種軸ポセイドの味だからもう何でもありみたいな、もういやすごいな。
ヒラリ出していく。メーテラ。メーテラ進化、小高しいな。でもエルフに対してマジでポセイドンが強すぎるからな。盤面。はい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 。これエンハンスで使いたかったがって感じか。お、演奏を引いていく。であればもうガルミウでいいわ。世界は私の下にある。これ勝手に進化してくれるんで、一応進化することでダジダハーカも、下がっていく。そして進化権を使わずに盤面すべてを取って、驚異的な場面で、次だと原初プラス、無別の従者で、なんかその3週間か2週間前になんか世界、レイジの試合やったっけ、プロリーグみたいなって、なんか減少のコストがちょっと4コストやから、盤面がちょっと取れなくて、減少使いでもなんか負けてるっていう試合あったな。あ、悲しみも背負ってみせる我が刃を語り継ぐ、一緒に頑張りましょう。あー、ギルネリーゼ、あ、おさかし、私だって、お前は出てない。ちょっと待って、強いな結構。てか減少盤面正解は正解、4-4取れないなこれ。アイラちゃんを引いていく。原初の炎を教えてあげましょう。まあ進化かなここは。4-4に当たったらちょっと怒るで。ああいい、それ当たり。アイラ進化で4-4処理しつつ原初は残っていく。でこの原初が1枚でも出せればね。てかなんでこの原初ナーフされたのにさ、あらゆる大会でこのまだ使われてるんやろ。これ3コストで、スタッツも変わったんやったっけこのカード。なんか小ざかしい。はい、盤面盤面盤面。これなんとしてもギルネリーズ取らなあかんけど、これポセイドンと原初のね動きがめちゃくちゃ強くて、13うぜえな。まあこれいくでしょ。海の流れをたばめです。今ここに触れたいのです。おお、いいやん。これがプロゲーマーなんですよね。欲しいとこに全て当たっていく。もうな、自分なんかそのプレイングは悪いけど、なんかその運はいいよな。なんかマジでなんかそのプロリーグの京馬っていう人いるやん。京馬みたいな、あ、違う、京馬じゃないわ。京馬プレイングだけの男やった。自分運だけの男やから、トップで最強カード引いたりするのがすごい恥ずかしいな。なんか欲しいカードが来てくれるんよね。盤面、うわー、攻撃しちゃったか。レイルなかなか張ってくるが、私はトップはめちゃくちゃ強いんで、アイナちゃん引いていく。ただこれガルミーウはちょっと弱いよね。原初が、あー、まあでもガルミーウもあり、あり、ありっちゃありか。いや、アイラ従者アジで終わりじゃ、いいのかこれ。でも7-1、難しいなこれ。いやでもアジ出すんかこれ。原初でもどちらにせよって感じやな。でもアジは顔に行きたい。いや、じゃあ、こ大地を沈め。いや、結局ガルミー出したら全面取れちゃうからな、あんまり意味がないよね。アジプラス減少、まあそれでいくか。まあリーサルはないやろうしな。ここは普通に盤面取ってって感じでいいのかな。盤面取って、情けないな。で1は買うやろ。で7-1で、まあこの辺取っといてって感じかな。まあ盤面がこれで手堅くなるんで、まあそやな。まあこういうなんかプレイング一つ一つが多分変わるんやろな。こうガルミウ出したは強いか、まあでもアジのは強いから、ガルミウ出してもちょっとあんまり強くないような気がする。そこはまあ横広げたらカシオペアも打点は入らないやろうし、フェアリー、やっぱエルフじゃ力不足なんよな。結局ドラゴンのこのやっぱスタッツのゴリ押しには到底及ばないというか。で見事にガルミウで全てを、消し去っていくと。私の下でちぎり飛べ。はい。
無力を何時に引きだけめっちゃ強いんだけど自分毎回伊達馬さん触れたいのですもうボコボコやな。あ、リーサルやったわ。まあ気づいてたけどごめん。あ、リーサルやったわ。そうそう、リーサル、リーサル、うん。いやーでもすごいな。うん。勝利はいいものだな。